なんか面白いことないかな。あれ？なんだこれ？何か落ちてるぞ。誰かの忘れ物かな。えい。お！木が車になったぞ。すごいぞ。これはもしかして魔法のステッキかもしれない。グフフフフ、いいもの拾ったぞ。俺様、いいこと思いついちゃった。おっと、忘れてた。この車も乗って帰っちゃおうっと。やったー。やったん、やったん、やったん。このレンジの中に材料を入れて魔法のステッキを振るだけで一瞬で美味しいご飯を作っちゃおう。よし、まずはレンジの中にご飯、卵、トマト。みんなも何ができるか当ててみてね。よし、魔法のステッキ、えい。何ができたかな。開けてみるよ。お、美味しそうなオムライスだ。よし、次はご飯、お肉、人参、さて何ができるかな。魔法のステッキ、えい。できたぞ。開けてみるよ。うん、いい匂い。おいしそうなカレーライスだ。よし、どんどん作るよ。次は卵、牛乳、バター、さーて、何ができるかな。魔法のステッキ、えい。何かな、何かな。よいしょ。お、おいしそうなホットケーキだ。俺様、ホットケーキ大好き。よし、みんなを呼んでこようっと。みんな、どんどん食べてね。これ全部ばいきんまんが作ったの？そうだよ。すごいね、ばいきんまん。うん、ここにある魔法のステッキで、あれ？あれ？ない。俺様の魔法のステッキがないぞ。どこに行っちゃったんだ？なに、どうしたの、ばいきんまん。ご飯冷めちゃうから早く食べよう。う、うん。いただきます。パク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 。おいしい。おいしいね。お、よかった、喜んでもらえて。バイキンマン料理上手だね。あー、おいしかった。お腹いっぱい。バイキンマン、今日はありがとう。どういたしまして。それじゃあ、また来るわね。バイバイ。それにしても、この魔法のステッキ、どこに行っちゃったんだろう。おかしいな。本当に不思議だな。でも、みんなが喜んでくれたから、まあいっか。それじゃあみんな、バイバーイ。